親様を身近に感じる嬉しさ長年道を通ったからこそ見える景色がある特に親様が入り込んでご守護くださるということの悟りを熱く語ってくださるのは天理教新津分教会前会長吉澤譲先生です皆様ようこそ 陽気チャンネルにおいでくださいました吉澤と申しますこの度お声掛けいただきまして陽気チャンネルでお話しさせていただく機会をいただきましたとんにもったいないことでございます僕は今最高に感激感動しております60年来抱いておりました入門の塊が あたかも巨大な氷河が溶けたような不思議な思いの中におります魂が燃え上がるような興奮ですそのことにつきましては後で申し上げますところで僕にはお道のお話の中で大好きなお話がたくさんあります「興本親様御殿」や「親様御殿逸話編」や「 先人先輩が残されましたお話の中にたくさん大好きなお話がありますその中で本席胆振伊蔵様のお話があります明治30年あるところで本席様ご自身がお話下されたそうです皆様もよくご存知のように本席様は お里奥様のお産の日立ちの悪いところを親様に助けていただいて入信されました助けていただいたお礼に社なりとも堅能させていただきたいと申し上げたところ親様は勤め場所の不信を仰せられたのです後本親様御殿によりますと熱心な信者さんによって五両のお金が集まったそうです これを材木屋さんと瓦屋さんに1回だけ支払います。5両は今のお金にして約100万円です。三元藩に6軒の勤め場所の建物は約21坪ですから500万円から800万円くらいになりますがそれを中山家は材木屋さんと瓦屋さんに100万円しか払っていません。 年の暮れになります12月27日本席様は材木屋さんと瓦屋さんに行き借金のおわびに行かれます中山家では小大和神社の一軒から肥料がかかりその上材木屋さんにも瓦屋さんにも一銭も払っていなかったのです本席様はいろいろと言い訳を考えながら 材木屋さんと瓦屋さんの敷居をまたいだというのですしかし正直者の本席様は嘘がつけずただただ頭を下げてお詫びをされました材木屋さんと瓦屋さんは日頃の本席様を信じてあなたの都合のよいようにと言ってくれたのです借金を待ってくれました本席様は万歳万歳です 急いでお屋敷に帰って親様に事のよしを申し上げると親様は「伊蔵さん今日は大変だったね」いろいろ言い訳を考えて材木屋さんと瓦屋さんにお願いに行ってくれましたあなたの真実を受け取って天の神様が材木屋さんと瓦屋さんに入り込んであなたにとって都合のよい返事をしたんだよ。 と仰せられたのですこういうお話です。親神様が材木屋さんと瓦屋さんに入り込んで都合のよいようにと言われたというお話です。親様が相手に入り込んでお働きくださるというお話です。このお話を皆様はどのように受け止められるでしょうか僕は ご存命の親様は常に我々の近くにおられ我々一人一人を見ていてくださると思うのです。養母の楽しみは日々に親様にお使いいただき親様にお働きいただける養母に成人させていただくことであります。お授けを取り継がしていただく時 ポーンポーンと二拍手させていただくのですが親様がすーっと養木に入り込んでくださり不思議なお働きを表してくださいますこれが養木冥利に尽きる喜びでありますお指図にどんなところに匂いかかるも皆入り込んで重要と聞かしおこうとあります匂いいがかかるととうことは ご存命の親様が相手に入り込んでくださるからであります実は僕ら夫婦も不思議な体験をしております親様が家内に入り込んでくださったのです僕ら夫婦は昨年5月18日結婚50年、禁婚になりました我が家は男が短命で 祖父が満57歳で出直し父も満57歳で出直しました僕も56歳の時胃がんの身状をいただき出直すところを助けていただきました3代続いて57歳で出直すところだったのです昭和46年4月8日父が満57歳で出直し 僕は満25歳で会長の利のお許しをいただきました独身でした親戚や友人は結婚相手を心配してくれたのですがその中でいとこである北越文教会の中村俊幸前会長様が家内を紹介してくださったのですある月のご本部の月並み祭に ご本部中庭で家内と初めて会わせてもらいました一言二言話ししその後中村会長様が本通りのうどん屋さんに連れていってくださいました23日後です中村会長様から早々に結婚するという返事があったよと電話をいただきました「びっくりです二人だけでゆっくり話をしていないのに」 結婚しますという返事が来たのです後日といといますか何十年も経ってからの話でありますが家内に「どうして僕と結婚しようと思ったの?」と聞いたことがあります間違ってもかっこいいとは言わないことは分かっていましたがどんな返事が来るかと心配しておりました家内は中村先生の顔を立てて僕と会うことにした そもそも結婚は30歳くらいまでしないつもりだったあの日一言も話をしてないのに会った瞬間に私この人と結婚すると思ったというんであります友人が家内に吉沢さんとの結婚はとよく聞くのです家内はいつも会った瞬間に私この人と結婚すると思った 堂々と話すすのですそれで友人が「どうしてそう思ったの?」と聞くのですが家内はいつもわからないというのです。僕は最近になって本籍様の天皇神様が材木屋さんと瓦屋さんに入り込んでというお話から思うのです。見合いの時親様が家内に入り込んでくださったと思うんであります。 皆さんにも似たような経験があるのではないでしょうか恐縮ですがうちの教会の話です僕は会長を40年間勤めさせていただきましたがその在任40年の間に事業界を含めて部内20カ所のうち18カ所が神殿武神や付属や不信 境内地買収のご守護をいただきました。20箇所中18箇所ですから、これは大変なご守護だと思います。ある教会では長年借地の境内地の買収を願っていましたが、なかなかご守護をいただけませんでした。ところが、会長さんが変更したら、地主さんから買ってほしいとお話があったのです。 新しい会長になった前会長様の奥様は誰もが認める苦労人長年伏せ込まれた真実の誠の人だったのです前会長様に真実誠がなかったというのではなく奥様の長年の真実に親様が地主に入り込まれ売却の話になったのだと思うのです お道の信仰はご存命の親様が養木に入り込んでお働きくださる信仰だと思うのですところで今日の春は親様140年祭3年千日の実像の春であります昨年10月26日ご本部秋季大祭で ゆたつ第4号のご発表をいただきました皆様ご承知の通りでありますそのごゆた達の中で最初にお聞かせいただきましたことは「おやさまひな形の道の実践」であります「ひな形の道を通らねばひな形いらんひな形の道より道がないで」というお指図を引用され「おやさま年祭への三年千日は 雛形をめどに教えを実践し助け地上の歩みを活発に推し進める時であるとお諭しいただきました改めてこのお道の進行は親様ま雛形の道の実践が大切であるとお諭しいただきましたしかし親様ま雛形の道を振り返ってみますと皆様どうでしょうか僕はもったいないことながら 今の時代親様ひな形の道ははるか彼方にあるように思えるのです僕は食べるお米がなくて水の味しかわからないような貧しい生活を経験したことはありません人を助けさせていただいて誤解を受けて激しい攻撃を受けたこともありません教会の月並み祭で 近所から苦情や警察の取り調べやましてや留置所や刑務所に入ったこともありませんこのように思案しますと今の時代は親様のひな形の道は通りにくく遠くにあるように思うのですところで僕はお子供の頃から歯が弱かったのです小学生の頃には 戦後のことですから学校に出される給食のパンは固くて困りました牛乳に浸さないと食べきれな噛みきれませんでした給食をそのまま残したり家が近かったので家に食事を食べに帰ったりしました歯はだんだん抜けて家内と結婚した頃にはほぼいれば自死のお世話になっていました以来 今日まで60年です。でも食生活は義母、入れ歯のおかげで大して不自由は感じなかったのですが、ただいつも思っていたのは、体は貸し物借り物なのになぜ自分は親神様から健康な歯を貸していただけなかったのかということでした。そればかり悩んでいました。 眼鏡や補聴器や義師入れ歯は自分のものです義手義足も自分の所有物ですしかし目や耳や歯や手や足は借り物です僕は借り物の歯で食べれなくて自分の所有物入れ歯で食べるのです悩んで悩んでの60年でしたところがです 親様140年祭3年1000日の今親様ひな形の道の実践をお聞かせいただく今親様のおぼし召しでしょうか昨年11月25日不思議な出来事があったのですそれは明治17年8月18日親様は 奈良監獄署に12日間の,12日間の交流ご苦労をされます広報親様御殿によりますとその日突然巡査がやってきて机の引き出しにお守りが一つあったのを発見しこれを理由として拘留されたのですその時警察が親様を取り調べました その警察長書が現在法務省に保存されているというのです。それを昨年11月25日閲覧することができたのです。そこには親様のお姿、ご容姿、または親親様の背の高さ、お背の高さ、または髪が白であったことやが記されております。 僕が最大級の衝撃を受けたのは親様の歯がほとんど1本ほとんどないと記録されてあったのです御年87歳であらせられますから当然といえば当然ですが僕は衝撃的でしたもったいないことながら親様も僕と同じように長年お食事にご苦労されていたのです 当時はは今のような義士入れ歯はありませんどんなにかご苦労ご苦由されたことでしょうはるか遠いところにおいでくださる親様がぐわっと身近にお出ましいただいたように思えたのです親様ひな形の道が身近に感じられた一瞬でした思えば親様は夫全兵衛様と御年と 56歳の時に種別されれておられます立教の時三日三夜の親神様との推し問答の末ようやく親様が月日の社になられることを中山家の家長として庄屋の家長としてお送られました夫全兵衛様は庄屋の家長として大変なプライドがあったと思うんであります月日の社になられた親様が 親様の仰せのままに貧に落ちきられ日々に貧しくなりご家族がご苦労されますそれを中山家の家長として容認される夫全兵衛様内蔵に3年も籠もられている間じっと耐え忍んでおられた夫全兵衛様ある時は宮家に ある時は井戸に身を投げようとされた親様をじっと支えられた夫全平様、その最愛の夫全平様と五十六歳の若さでお別れです。親様はどんなにかお寂しいことだったと思うんであります。その時三女のお春様はすでに梶本家にお嫁に行かれ、修次様は三十三歳。 股間様は十七歳であらせられました。明治二十年陰暦正月二十六日。親様が移しみをお隠しになられた時には、修二様、股間様はじめ、お子様は誰一人おられません。親様は、我々と同じような喜びと悲しみを味わいながら、五十年の雛形の道を遺産でお通り下されたのです。 親様はどんな困難な道中も心明るくお通りくだされその上上明を縮めてつすみを隠されて今もご存命のまま世界助けの先頭にお働きくださいます親様140年祭3年千日の門出の今明治17年8月18日の警察庁所に巡り会えたということは 親様が、私も同じ味わいをしましたよ。と語りかけてくださったように思いました。ご存命の親様は、遥か遠くではなくて、身近においでくださると確信、実感できたのです。親様は、日々に洋木に入り込まれ、生前同様にご存命の理をもってお働きくださいます。本当に。 もったたいいなくありがたいことでございますこの度くしくも明治17年8月18日の警察庁書閲覧の時を同じくしてご存命の親様が富松社長様にお入,りくだお入り込み下されたのでしょうか僕には今日のお話のご用を申し付けられました。 そのおかげで60年来の疑問の塊が解けたように思いいたします貸し物借り物の歯でなくて悩んで悩んでの60年間でしたがそのおかげでもったいなくも親様ひな形の道を我々のお近くに,に気づかせていただきました今心から感激感動しておりますこの感激感激動を 親様は140年歳3年千日をしきってタスク一上の道聖人の道につながせていただきたいと思います今日は本当にありがとうございました